どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。本日の日朝感想、2019年7月14日分の放送の感想を言ってまいりたいと思います。まずは、騎士竜戦隊竜ソージャーの感想から参りましょう。第17話、囚われの猛者、2019年7月14日分の放送でございます。カナロは一人の男の子と出会い、虹が見たいと言いますが、その途中で一人の女性と出会い、一緒に海へ向かいます。そこでモサレックスを使い虹を見せますが、その女性はなんとワイズルーでした。ワイズルーはマイナスを使ってモサレックスを網に引っ掛け連れ去ってしまいます。その後、男の子が虹を見たい理由は塾の先生に見せたいからだそうです。カナロとバンパはワイズルーがいる現場へと向かい、モサレックスを取り戻そうとしますが、二人はモサレックスに飛ばされてしまいます。一方、コウたちは塾の先生から誕生したマイナス王と戦闘を行っておりました。ティラミーゴも駆けつけますが、マイナスの能力で砂に埋まってしまいます。その一方、カナロとバンパは水に浸かり、モサレックスと対話をしておりました。どうやら操られていないそうです。それを知ったカナロとバンパは、再びワイズルがいる現場へと向かいます。バンパはデメボルケーノを連れ出して、モサレックスの網を燃やします。さらに、モサレックスとデメボルケーノは兄弟だそうです。そのままモサレックスとデメボルケーノは合体し、スピノサンダーになりました。そしてワイズルは逃げ出します。一方、コウたちは巨大化したマイナス王に騎士竜王タイガランスで立ち向かっておりました。そんな中、カナロとバンパとスピノサンダーが駆けつけ、スピノサンダーと騎士竜王タイガランスの同時攻撃で見事マイナス王を打ち倒し、塾の先生の容体は元に戻り、どうやら塾の先生はバンパと知り合いだったことが明らかになりました。次回、ギガント騎士竜王が登場します。お楽しみに。続いて、仮面ライダージオの感想に参りましょう。第43話、2019、ツクヨミコンフィデンシャル、2019年4月14日分の放送でございます。前回の話の引き継ぎとなっております。ツクヨミちゃんは、ウールに連れ去られてしまい、ソウルスさんがいる現場に到着し、ツクヨミちゃんはソウルスさんが兄であることを知ります。そして、目的を果たしたソウルスさんは、部下であるウールとオーラを襲いますが、二人は逃げ去ります。一方、ウールとオーラは大輝くんと遭遇し、グランドジオライド落ちを受け取りますが、アナザーライダーに見つかってしまい逃げ去ります。そこで、ソーゴくんとゲイツくんが駆けつけ、仮面ライダーに変身し、アナザーライダーを打ち倒した後、ソーゴくんとゲイツくんは二人がソウルスさんから追われていることを知り、オーラからグランドジオライド落ちを受け取ります。一方、ツクヨミちゃんはソウルスさんの力を受け、苦しんでいる中、ウォズさんが助けに入りますが、ソウルスさんはツクヨミちゃんの力を奪ってしまいます。ボズさんはツクヨミちゃんを連れて逃げ去ります。その後、ソウゴくんたちはヒリュウくんがいる現場へと向かい、それぞれ仮面ライダーに変身し、アナザーライダー軍団に立ち向かいますが、途中でディエンドとソウルスさんが乱入し、司くんは仮面ライダーディケイドの力をソウルスさんに奪われてしまいます。一方、ソウゴくんはアナザージオ2であるヒリュウくんと戦闘を行っておりました。ソウゴくんは必殺であるオール20タイムブレイクで見事アナザージオ2を打ち倒し、元の時間軸に戻りました。次回、ソウルスさんがアナザーディケイドになり襲いかかってきます。お楽しみに。続いて、スタートインクルプリキュアの感想に参りましょう。第23話、フワがいっぱい、フワパニック、2019年4月14日分の放送でございます。では、文章の方に行きましょう。ユニの持っているマタークッキーを食べてしゃっくりが止まらなくなったフワ。しかもしゃっくりするためにフワが増えてしまいます。食べさせると分裂したフワは消えることが分かりましたが、目を離した隙にフワたちは外に出て行ってしまいました。自分の責任だとユニは懸命にフワたちを追いかけます。エレナは追い詰めるユニにみんなで分け合おうと声をかけました。でも騒ぎの中でカッパードに本物のフワを囚われてしまいます。ではここから感想の方行ってまいりたいと思います。ユニちゃんの歓迎会を開いている中、フワはまたクッキーを食べてしまい、しゃっくりをするとなんとどんどんフワが増えていき、歓迎会の食べ物を分身したフワが全部食べてしまいます。さらにフワは分身体を連れて外に出て行ってしまいます。分身したフワを取り消していくため、ドーナツ製造マシンでドーナツを作り、用意したドーナツで分身体のフワを一つずつ消していく作業が始まります。そんな中、カッパードさんとノットレイダーの戦闘員たちはフワを捕まえようとしますが、多すぎてどれが本物か分かりません。そこでユニちゃんとエレナちゃんは本物のフワを見つけますが、先にカッパードさんに取られてしまいます。ヒカルちゃんたちはプリキュアに変身し、カッパードさんと戦闘員に立ち向かいます。カッパードさんは武器にフワの分身体を利用してパワーアップさせます。ユニちゃんが苦戦する中、ヒカルちゃんたちはプルンスを使ってユニちゃんを助けます。そしてヒカルちゃんたちは一緒に協力して無事フワを救出します。ユニちゃんはエレナちゃんから乙女座のプリンセススターカラーペンを借りてレインボーパフュームにセットし、必殺であるプリキュアレインボースプラッシュでカッパードさんの武器を浄化しますが、カッパードさんたちは逃げ去ります。どうやらフワはカッパードさんに驚いてしゃっくりが止まったようです。
これで分身体のフワたちは消え去りました。次回ヒカルちゃんたちはアイスの星に行きます。お楽しみに。ということで今回これで以上です。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではさよなら。